ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、日本史上最後の斬死刑囚となった希代の悪女、高橋おでんの悲劇の生涯について解説するぜ。なんでおでんちゃんは日本史上最後の斬死刑囚になったの？それには時代の移り変わりが関係しているぞ。斬死刑というのは江戸時代に採用されていた殺人犯の処刑法だったんだ。一方、おでんが殺人を犯したのは明治初頭のこと。つまり、タイミング的に明治新政府が西洋式の近代刑法を導入し始めた時期だったので、おでん以降の処刑法は斬死刑から絞首刑に変更されることになるのさ。確かに、現代では斬死刑って行われてないものね。そんなわけで、高橋おでんが日本史上最後の斬死刑囚と呼ばれているんだよ。まあ実際は彼女の後にも斬死刑になった人物が20人ぐらいいたみたいだけど。じゃあ、おでんちゃんが日本史上最後の斬死刑囚じゃないじゃないの。そうなんだけど、高橋おでんの事件の方がセンセーショナルだったから、彼女を日本史上最後ということにしたの。それぐらいおでんちゃんの事件は記憶に残るものだったのね。おでんの罪は殺人罪。当時は女性が男性を殺すことが珍しかったため、メディアが一斉に食いついて、毒婦と騒ぎ立てたんだぜ。毒婦って随分とパンチの効いたワードね。だが、果たしておでんは毒婦と言われなければならないほど、ひどい行いをしたのだろうか？今回はおでんの真実に迫ってみようと思う。なんだか今の時代と通じそうなものを感じるわ。それでは早速、ゆっくりしていってね。さっきも言った通り、高橋おでんは明治時代初頭に殺人を起こした。そして当時、女性が男性を殺すことが珍しかったため、彼女は毒婦と称され、騒ぎ立てられた。女が男を殺すだけで騒ぎ立てられることに時代を感じるわね。おでんの事件は話におひれがついていき、病床の夫を毒殺し、愛人と共に数々の強盗を働いた大悪党として知られるようになる。それは確かに大悪党ですわ。しかしそれは真実なのか？彼女の生涯を振り返り、真実を明らかにしていくぞ。お願いします。高橋おでんは1850年、神津家の国、利根郡下坂村に生まれた。父親は沼田藩の家老、広瀬藩右衛門。母は沼田藩に奉公をしていた女性だった。ということは、いいとこのお嬢さんになるのかしら？しかし母が妊娠したと知ると、広瀬は彼女を捨てるんだ。あらま、仕方がないので、母は身ごもったまま高橋看護右衛門に嫁ぐのだが、当然、高橋家では歓迎されなかった。結局、彼女はおでんを産むと失意のまま亡くなってしまう。母親の人生は恵まれないものだったのね。おでんは看護右衛門の家ではやはり受け入れてもらえなかったらしく、看護右衛門の兄、久右衛門の家に養女に出されることになる。だが、そこでも厄介者扱いであることは変わらなかったようだ。高橋家からしたら完全に他人の子だもんね。おでんに罪はないけど、難しいところだわ。不遇の思春期を送ったおでんは、1867年、彼女が19歳の時に高橋並之助という男性と結婚する。色白の二枚目の男だ。夫婦仲も良く、美男美女カップルということで、誰もが羨むおしどり夫婦として知られるようになったぞ。あら、よかったじゃない。やっと人生が上向いてきたのね。しかし、その幸せは長くは続かなかった。何が起きちゃったわけ？なんと、並之助が当時死病として恐れられていた雷病、つまりハンセン病を患ってしまう。ハンセン病って？ハンセン病とは、雷菌の感染によって起こる慢性の感染症だ。感染症なんだ。じゃあ一緒に暮らすおでんにも感染したりしちゃうのかしら？いや、ハンセン病を引き起こす雷菌は感染力が弱い細菌なので、おでんは感染しなかったようだ。そうなのね。不幸中の幸いだわ。ハンセン病は赤い発疹ができたり、皮膚の一部が盛り上がったりと見た目の変化が大きいことから、当時は差別の対象になりやすかったんだ。おそらく並之助、おでん夫妻も村八部の扱いを受けただろう。当時は治療法もわからなかっただろうから、必要以上に恐れられたんでしょうね。それでもおでんは並之助を深く愛していたため、付きっきりで看病をしたという。愛ね。とはいえ、ハンセン病は、抗生物質を内服する治療を行わない限り治癒へは向かわない。つまりおでんの看病には限界があった。おでん一人の力ではどうにもならなかったのね。そこでおでんは、西洋医学の力を借りないといけないと気づき、当時横浜にいた医療伝道宣教師のジェームス・カーティス・ヘボンに会いに行くため、1871年に夫婦揃って上京する。ヘボンってなんか聞いたことある名前。ヘボンとは、初の和英辞典、和英語臨修正を編纂し、それによって日本にヘボン式ローマ字を広めた、あのヘボンだ。あのヘボン？どのヘボン？このヘボン。そのヘボンね。続けるぞ。
おでん夫婦は横浜に着くと、いぼしの金の元に身を寄せた。あ、なるほど。金というつてがあったから、おでん夫婦は横浜に行く決心がついたのね。ああ、ただ金のおかげで雨風をしのぐ場所は手に入ったものの、今度は医療費を稼がないといけない。はちゃめちゃにお金がかかりそうだわ。はじめは女中暴行をして医療費を稼いだおでんだったが、間もなく娼婦に身をやつした。なぜ急に？なぜなら、偉人の相手をするといい稼ぎになるとの噂を耳にしたからだな。夫を救うために自分の身を売る。なんて愛と胆力に満ち溢れた女性なのかしら。しかし運命は時として残酷だ。波之助は治療の甲斐なく、状況の翌年にこの世を去ってしまう。自分の身を売ってまで頑張ったのに。これはショックが大きそうだわ。さらにその翌年には、金も死亡。金このあたりも、おでんの毒婦話におひれがつく一因だったろう。夫に続いて烏帽子も殺した、みたいに言われちゃったりしたのかしら。その後しばらく、おでんは失意のまま妾や娼婦として過ごすこととなる。一度村八分になったから、村には戻れなかったのね。そんなおでんを救ったのは、小川一太郎という色男だった。さすが美女、イケメンとくっつくのね。だが、残念なことに一太郎は波之助と正反対の性格で、仕事にもつかずに酒と博打に明け暮れる、ろくでなしの遊び人だった。典型的なダメンズじゃないの。こんな男に引っかかっちゃダメよ、おでん。おでんがなぜ真面目な波之助の次に、こんな遊び人を好きになってしまったのかはわからないが、彼女は一太郎に尽くすようになる。けなげ。けなげすぎるわ、おでん。でもその先に待ってるのは地獄よ。そして時は流れ1876年、おでんと一太郎は二人でお茶の販売を始めていたものの、これがどうにもうまくいかず、借金はかさむ一方だった。おでんと一太郎は、っていうけど、実質働いてたのはおでんだけじゃない？おそらくな。仕方がないので、おでんは烏帽子金の元夫であり、古物商の後藤吉蔵という男に金の無心をすることにした。お金を借りてなんとかなる状態だったのかしら？それはわからない。が、吉蔵はおでんの美しさには逆らえず、一夜を共にすることを条件に借金の工面を約束。女性の弱みにつけ込んでゲスな提案してくるわね。こんな奴からお金なんて借りちゃダメよ、おでん。二人は蔵前片町の旗小屋、丸竹で一泊した。そして翌朝、おでんは吉蔵に改めて200円の借金を頼み込んだんだ。すると吉蔵は態度を変えて、お前に貸す金などないの一点張り。言わんこっちゃない。さてはこの男、単に美しいおでんを抱きたかっただけね。おでんが怒りに震える中、吉蔵は再びダミンを貪り始める。いい気なもんだわ。平気で人の気持ちを踏みにじり、のんきに寝る吉蔵の寝顔を見て腹綿が見えくり返ったおでんは、気がついたら、カミソリで吉蔵の喉をかき切っていた。おでんがどういう経緯で殺人を犯したのかがよくわかったわ。もう後には引けない。おでんは冷たくなった吉蔵を布団にくるみ、財布に入っていたお金11円を抜き取ると、こんな書き置きをした。この者に5年以前姉を殺され、その上私まで非道の振る舞いを受け騒来ども、戦方なく騒らうまま今日まで無念の月日を暮らし、ただいま姉の仇を打ち騒ろうなり、今一度姉の墓参りいたし、その上速やかに名乗りで騒ろう。決して逃げ隠れる卑怯はこれなく騒ろう。この旨御たむろいお届けくだされ騒ろう。姉。って義母子の金のこと？おそらく。本当に吉蔵は金を殺したの？確かに波之助の死んだ直後に金も死んだっていうのは、ちょっと怪しいけど。それはわからない。吉蔵が本当に金を殺したのかもしれないし、殺してないかもしれない。つまり、おでんのでっち上げの可能性もあるわけね。そういうことだな。おでんはその後、丸竹を後にした。その際、女中にはこのように言い残したそうだ。用事ができたので先に帰ります。主人は短気なので、起こさないようにお願いします。発見を遅らせるための罠ね。でもあまり効果はなさそうだわ。そして吉蔵殺しの翌月、おでんは逮捕された。逮捕されるの早？やっぱ衝動的な殺人はすぐ捕まっちゃうわね。取り調べでは、おでんは助かりたい一心であることないことをまくし立てた。おでんはどんなことをまくし立てたのかしら？いわく、烏帽子の金だけでなく、元夫の波之助までが吉蔵によって毒殺された。私はその仇討ちとして吉蔵を殺害したのだ。いや、波之助も毒殺されたことになってる。はたまた、吉蔵は血迷って自ら喉を切ったとも主張した。供述がめちゃくちゃじゃない。助かりたい気持ちはわかるけど、これって悪手よね。一方、世間ではおでんの殺人事件が大層スキャンダラスに報じられていた。なんで？そんなに珍しい事件かしら。最初に言った通り、当時は女性が男性を殺す事件というのが極めて珍しかったんだよ。たったそれだけで話題になる時代だったのね。ああ、
明治時代において、女性の犯罪は娯楽だったのさ。まあ、それは今の時代にも通ずるものがあるが。物珍しかったから、みんな面白半分で取り上げたのね。今の時代で言うと、和歌山カレー事件の林真須美被告みたいな扱いかもな。林真須美って誰だっけ？引っ越しおばさん。別人だよ。林真須美は夏祭りのカレーライスに毒物を混入したとして逮捕された人だ。あ、思い出した思い出した。あの事件、冤罪の可能性があるらしく、再審請求が出されてるらしいな。って話を戻すぞ。取り調べの後、おでんは強盗殺人の罪で死刑判決を受けた。そして市ヶ谷監獄へ送られることとなったんだ。もう死刑が確定しちゃった。ここでちょっと当時の刑法について触れておこう。日本の近代刑法の歴史は、1868年の明治維新から始まるぞ。急に謎のレクチャーが始まったわね。欧米諸国の強い圧力によって鎖国を解いた日本は、国際社会の激しい競争にさらされることになった。今まで鎖国していただけに、危機感は半端なかったでしょうね。一刻も早く国際社会で地位を確立しないと、日本は欧米諸国に飲み込まれてしまう。明治新政府にはそんな焦りがあった。油断してると植民地化されちゃうわよ。そこで政府は改革に次ぐ改革を行う。刑法の改革もその中に含まれていたんだ。欧米諸国に対抗できるレベルまで近代化しようとしたのね。徳川幕府時代、殺人罪などの重罪には公死刑だけでなく斬死刑も採用していた。しかしそれは、西欧から見ればさすがに野蛮すぎた。斬死刑の方が、苦しまずに死ねるような気もしないでもないけど。そのため、1880年に、日本で最初に制定された近代的な刑法では、死刑の執行方法を公死刑に限定し、これは現在まで引き継がれている。確かに、今の刑法では死刑囚に公死刑を行うことになってるわね。1879年1月31日、おでんは強盗殺人の罪で斬死された。斬首をしたのは、江戸時代に死刑執行人を行っていた一族、山田浅右衛門の9代目、山田義房。ジャパニーズ山村。以前このチャンネルでも取り上げた人物ね。彼は17年間で300人の処刑を執行してきた大ベテランだったが、おでんの処刑を一度、失敗しているんだ。大ベテランなのに珍しいわね。どうしちゃったの？というのも、処刑前には落ち着いた様子のおでんだったが、いざ執行する土壇場になって、最後に一目だけ一太郎に会いたい、と騒ぎ出したんだな。あんなダメおでも、おでんは愛してたのね。義房が刑を執行しようにも、お待ちになって、お待ちになって、と声をかけられ続け、思うように狙いが定まらなかったそうだ。それで失敗しちゃったわけか。しかしその後、一太郎が現れないことを悟ったおでんは観念して、南無阿弥陀仏と念仏を唱えながら、義房が切りやすいように首を前へ伸ばしたというぜ。おでん、覚悟を決めたのね。そして処刑の翌日には、新聞各社が一斉に、仏説に言う因果応報、母が密封の罪、司法の民うる保秘勝る徳川のように、下作帳の書き出しで面白おかしく書き立てた。おでんの死後も盛り上がるの？ああ、このおでんフィーバーはおでんの死後、ますます加熱していった。逆に？死んだら収まるもんじゃないの？どうやら各メディアが、おでんを主人公にした物語や歌を作りまくったようなんだ。みんなおでんのこと大好きか？この様子を見ていた明治政府は、おでんの事件を道徳教育に利用することを思いつく。おでんを、道徳教育に？定説の尊さを説くために、おでんを希代の毒婦に仕立て上げることにしたんだ。いや、おでんは定説守ってたじゃない。割と一途だったわよ。なので、そこは改変する必要があった。そこで下作者として名が知られていた、金垣露文に執筆を依頼し、高橋おでん夜叉物語が誕生する。こうして、病床の夫を毒殺しただの、愛人と共に数々の強盗を働いただのといった、おでんの虚像が世間に広まっていき、気づけばおでんは立派な毒婦となっていた。なるほど。金垣露文が面白おかしく書いたおでん像が、実際のおでんを超えちゃったのね。その後、おでんの三回忌に金垣露文が、谷中霊園にておでんのお墓を建てたそうだ。なんで金垣露文が？多分、おでんは露文のこと嫌いよ。協力者には新聞社や芝居関係者が名を連ねていた。これは、いわばおでんを飯の種にした人々の謝罪だったようだぜ。本人たちにも罪の意識はあったわけね。さて、今回は日本史上最後の斬死刑囚となった。希代の悪女、高橋おでんの悲劇の生涯について解説してきたが、どうだった？思ったより希代の悪女でもなかった。まさかおでんの毒婦像が政府主導で作られていたとは知らなかったわ。政府主導でやられちゃ、民衆にも広く知れ渡るわけだよな。抗議しようにも、おでんはもう処刑されちゃってるからね。まさに死人に口なしってやつだわ。
彼女の死後に作られた物語では、おでんは大悪党ということになっているが、彼女が実際にやったことって、後藤吉蔵を殺害しただけなんだよな。これって現在の刑法だったらどうなるわけ？現在の刑法では、被害者が一人の強盗殺人に対して死刑が科されるのは、計画的だった場合や、過去に強盗殺人の前科がある場合に限られる。よって、現在の刑法に照らし合わせれば、死刑にはならなかっただろう。ということは、江戸時代の刑法って今の刑法よりも厳しかったのね。ああ、強盗殺人イコール斬首と決められていたから、情状酌量の余地などはなかったっぽい。おでんが殺人に至った経緯を聞くと、彼女が一方的に悪いとも言えないけど、難しいところだわ。おでんの最大の敗北は、一太郎というダメンズに引っかかってしまったことかもしれないな。間違いないわね、私もダメンズに気をつけなきゃ。さて、今回の動画はここまでだ。最後まで見てくれてありがとう。今回の高橋おでんの話はいかがでしたか？感想などあればコメントをお願いします。そして動画に興味を持ってもらえたら、高評価とチャンネル登録もよろしくな。